映画一子簡単感想。2023年12月8日に上映した杉咲花さん主演映画一子を見ました。結論から言うととても満足する映画でした。冒頭から気になる展開から始まり、次々と謎が解けていく展開が僕の好奇心をしっかりついてきました。一子の解説。戸田明宏を率いる劇団チーズシアターの舞台川辺一子のためにを原作に、戸田自ら監督し映画化、恋人の長谷川からプロポーズを受けた翌日に突然失踪した一子、長谷川が行方を追う中、彼女と関わりのあった人々から証言を得ていくと衝撃的な事実が浮かび上がるという映画です。劇場で見て損はない映画ですが、ただ暗い映画ですので、面白くても辛くても暗い映画だけは嫌だよという方は DVD で見てみてください。詳しいレビューはまた僕の動画でよろしくね。